長女の夫、利文さんが海の様子を見ていたとき、白い車の中では子供たちが。畑行けば大丈夫。大丈夫だよ、畑だよ。ちょっと待っとって。そう言って車を降りたのは佐藤さんです。道路の安全を確認しに行きます。しかし異変は突然でした。みるみる川の水位が上がり出すと、ついには道路に溢れ出しますが、事態が飲み込めません。早くして、早く。この後津波の電します。緊急情報受信しました。長女が車に乗り込んだ次の瞬間、長女の車は流され、3人の孫が乗っていた車は津波の力で納屋の天井に押し付けられます。車とともに流されたように見えましたが、とっさに納屋の隙間に身を隠していたのを車の後方カメラが捉えていました。間一髪納屋の隙間に入り込めたことで、車の中にいた子供たちは車にいるはずの子供たちはどこに消えてしまったのか。それは津波が押し寄せた直後のことでした。この利文さんの呼びかけに車を飛び出していた子供たち、懸命に逃げ場を探し納屋の奥へ。緊急地震速報、強い揺れに警戒してください。
海を正面に見たカメラに迫ってくるのは、一気に高さを増した第2波の津波です。警戒してください。
ちょっと待って、出なくていい。やばい、ちょっと待って、嘘やろ。